入学式入学式の頃、桜が咲く卒業式卒業式の日、大きな声で泣いた通学私はバスと電車で通学しています 学年日本の小学校は6学年中学校は3学年だ楽器夏休みが終わって新しい楽器が始まる。 欠席授業を欠席するときは学校に連絡してください遅れる朝の電車が30分も遅れた遅刻。 電車が遅れて学校に遅刻してしまった。サボる。二日も授業をサボって先生に叱られた。集中。授業の時、 なかなか集中できなくて困ったうとうと、うとうとと教室が暖かいとうとうとしてしまう居眠り。 居眠りしていて、先生に注意された。寝不足、寝不足な。最近、寝不足が続いている。最近、ずっと寝不足で、授業中に眠くなる。 期間テスト期間なので毎日遅くまで勉強している期限宿題の期限は明日までだ時間割先生から 新しい時間割をもらった。項目資料を項目に分けて整理する。座席クラスの座席は1ヶ月に一度変える。 締め切り試験の申し込みは金曜日が締め切りだ開<く>教科書の123ページを開いてください一<応>答えを書いたら 一応確認しようきちんと宿題は毎日きちんと出してくださいきっかけ先生との出会いがきっかけで勉強が好きになった 賢いあの子は賢くて親の手伝いもよくする貸し出し出図書館の本の貸し出しは1回5冊までです返却。 この本は2週間以内に返却してください。名札中学校までは学校で名札をつけていた。給食子供の頃、 給食がとても楽しみだった。体育勉強はできなかったが、体育は得意だった。 入学式入学式の頃桜が咲く卒業式卒業式の日大きな声で泣いた通学私はバスと電車で通学しています。 学年日本の小学校は6学年中学校は3学年だ楽<器>夏休みが終わって新しい学期が始まる。 欠席授業を欠席するときは学校に連絡してください遅れる朝の電車が30分も遅れた遅刻。 電車が遅れて学校に遅刻してしまったサボる2日も授業をサボって先生に叱られた「集中」授業の時 なかなか集中できなくて困った。うと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 と。教室が暖かいとうとうとしてしまう。居眠り。 居眠りしていて先生に注意された寝不足寝不足な最近寝不足が続いている最近ずっと寝不足で授業中に眠くなる 期間テスト期間なので毎日遅くまで勉強している「期限」「宿題の期限は明日までだ」「時間割」先生から「

締め切り試験の申し込みは金曜日が締め切りだ開く教科書の123ページを開いてください一応答えを書いたら 一応確認しようきちんと宿題は毎日きちんと出してくださいきっかけ先生との出会いがきっかけで勉強が好きになった。 賢い「あの子は賢くて親の手伝いもよくする貸し出し出図書館の本の貸し出しは1回5冊までです」「返却」。 この本は2週間以内に返却してください名<札>中学校までは学校で名札をつけていた給食子供の頃 給食がとても楽しみだった。体育。勉強はできなかったが、体育は得意だった。